最高すぎるわ、マジ。このパッケージのね、パッケージの時点でやばいんだけどさ、ラビットドラゴン。そして、なんと、金箔と銀箔のダブル箱押し、登場という奇跡ミラクルレベルマックス。パッケージはこの2種類あってさ、ゼロツーも、超かっこよくない？うわ、デザインやばすぎ。ほんとさ、ゼロツーのデザインマジかっこいいよね。なんか強化骨格みたいな、あの、サイボーグ忍者的なさ、スタイリッシュさあるよね。超デザインがかっこいい。アシメントリーな感じもいいしね、デザイン。色合いも最高。金箔と銀箔のダブル箱押しレアが登場なんだけどね。ゼロツー違ったんだよ。あの、後ろにラインナップ書いてあるんだけどさ、ゼロツー違ったんだよね。で、ラビットドラゴン。もうこれこそ金箔と銀箔。我こそが金箔と銀箔が似合う。申し訳って。うわ、すげえ。めっちゃけ、パケの時点でやばいよね。ビルノのラビットドラゴンフォーム。これも、あの、金箔と銀箔。もう、まあ、パッケージドカンと出てるしね。間違いなく金箔と銀箔だよな。で、サイクロンチョーカー。このダブルのさ、サイクロンチョーカーもちょっと出てるんだけどさ、左下に。かっこいいよなームービー関係の色紙アートがさ、荒ぶりまくっているって、この0101とウィザードと、ウィザード、ウィザードラゴンだからね、これ。めっちゃかっけー。ウィザードとウィザードドラゴンの箱絶対やばい。でも、あの、銀じゃないんだよね。ただの金箔。あの、このマークがついてるやつが金色と銀箔なんだけど、それはね、この2種しかない。ビルドとダブルの、今見たラビットドラゴンフォームとサイクロンチョーカー。あとこっちにさ、あの、プトティラが、うわ、やべえ、プトティラいる！プトティラコンボとアンクのこの、これさ、実写かってぐらいやばくないイラスト。え、これ実写じゃねえのって思ったもんね。これ実写絶対これやばいでしょ。でも金箔だけなんだよな。いやでも金箔だけでもやばいんだけどね。もうそれに銀箔が加わってるやつが、あの、やばいやつがいるってだけで、金箔でも、やばいや、すっげえ、これちょっと一番た、まあ、空間がやっぱ、一番欲しいっちゃ欲しいんだけど、本物一番見てみて楽しみ感あるのはこれなんだよね、今のところね。あとさ、サーティーンライダーズの、龍騎ね。こっちのさ、牧祭画風コレクションの方にも、星色紙が一枚あって、金箔の、仮面ライダー02。いや、でもさ、これさ、せっかくの登場なんだからさ、いや、文字かっこいいね、02。登場したからさ、あの、金と銀ダブルで見たかったよね、金銀のやつ。めっちゃガキ、このちっちゃい画像の時点で超やべえのがわかるわ。で、横の、ラビットドラゴンフォーム。これも間違いなく、この赤いダイヤマークがついているやつはもう間違いなく、金銀確定してるからね。めっちゃ楽しみだわ。で、他のラインナップが仮面ライダー陣、バーニングファルコン。あの、こっちのパッケージ、あ、逆だった。こっちのパッケージにちょっと映ってるんでね。バーニングファルコンにサウザーに、そしてランページバルカン。ランページバルカンもやばそうだわ。なんか一応箱押しちょっと思えるんだけど、箱押しじゃないんだよね。全部これ箱押しでもいいレベルなんだけどなー。ノーマルとかいらんくねえ別に。もう全部箱押しでいいよね、ライダーたち。もう絶対やめちゃう。まあ、ノーマルでもかっこいいのはあるんだけどもちろん。でも絶対箱押しでもかっこいいからさ。あとエグザイトでしょ。で、バロンにクーガー。ライジングマイティ。クーガーも箱押しがよかったな。クーガー。いや、ほんとかっけえわ、クーガー。まあ、でもクーガーさ、このさ、色紙が手に入るだけでもう、ありがとうございますね。大感謝だよな。で、あとはもう、今見た、さっき表に出てたランページバルカンとね、サウザーと。で、このダブルに、デルだと。いうことで、早速、開けていこうかな。合計3箱ゲットできてて、30パッキーあるから、まあ、コンプいけるでしょ。いや、でも、色紙アートだから、油断はできないけどね。お、一発目何くんだろう、めっちゃ、ドキドキする。あ、緊張感。やばいやばい、ちょっと緊張感半端ない。落ち着こう、落ち着こう。一発目、さっと。あ、そうだ、ギャムも入っていくからね。あ、ギャムだな、あの、ラムネも入っていくからね、食感だからね。ラムネである。さっと。で、いつものね、シートに入っている。これ上閉じてほしいよね。なんか途中から上開くようになったんだけど、閉じてほしい、さっといい。くるマジで一発目から出てきた。おぉ、キックからの着地、ザン。お、やったー、クーが来た、クーが来た。一応の目標。かっけー。ライジングマイティ。いやー、これ、白星欲しいんだけど、マジで。白星。ちょっと、モノフォン見てみる。うわ、すげえ。イラストかっこいいね。赤白で欲しいわー。赤白、超かっこいい。マジ絵描きてー、これ。一発目から、一応の、ね、狙いのクーガが、出てしまうという奇跡喜び。レベルマックス、外伝中の外伝中の外伝。めっちゃいいわ、これ。フィギュアとさ、あの、プラモと一緒に。飾る色紙アートをね。超かっこよくね。うわ、なんかもうラスボス、一番最初に倒しちゃった感じが。いや、すげえかっけ。でも、あとはまあ、コンプできるかどうかっつ。3箱でコンプ、まあ、いつも2箱で大体できるから、あとクーガンも被り欲しいしね。コンプできるかどうかの戦いに。見た。やべえ、パッケージ来た。これ、金と銀だよね。うわ、やっぱ違うな、迫力が、金銀の。金箔だけでもやべえのに、銀が加わってるからさ、迫力がマシ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 になっている。うわ、すげえ。仮面ライダービルド。
ラビットドラゴンフォーム。銀白ね。文字銀白ってね。すげえ超かっこいい。これがモノホン。パッケージの時点でもやばかったけど、やっぱモノホン1000倍だな。1000倍の勢いを感じる迫力を。ラビットドラゴンかけ。あとゼロツーも見たいね、ゼロツーも。ちょっとシートに戻して。今回のパッケージ枠、ダブルで飾りたいよね。ゼロツーとさ、ラビットドラゴン、ダブルでさ、いや、クーガマジ、でもクーガやっぱかっこいいな。まあ、自分の好きなライダーやっぱ、みんなそれぞれ一番だよな。自分の好きなライダーがさ、ナンバーワン、クーガかっこいいもんな。超いいわ。箱押しじゃないのになんか箱押しに見えるもん。なんか輝いて見える。すげえかけ、めっちゃ嬉しい。トレーニングしたい。トレーニングしたくなったけど、さっと3枚目。おー、出れた仮面ライダーキックのサッとエフェクトのカラーの部分がかっこいいね。ライダーキックの部分のすげえ。あ、でもさ、上開いてるとさ、こうモノホン見れるからいいっていう面もあるよね。あの、まあ、あれもさ、開けれるっちゃビーって開けれるんだけど、汚くなっちゃうからさ、ノリの部分があるから、これさ、上開いてるからモノホン出してさ、モノホン見れるっていう、こういう点はめっちゃいいよな。モノホンのさ、金白と銀白見れたし、よし出れたね。あの3枚目は出れたと。よし、いい感じいい感じ。いや、これコンボできるかな。なんかできそうな感じがする。あとクーガのダブルもゲットできそうな感じがするな。あとゼロツーも早く見たいね。パッケージのちょっと、おー、文字、やっぱモノホンやばいわ。モノホンライジングタイムブレイク、めっちゃかっけー、かっけー、やべえ、キックもう食らいたい、キック食らいたい、俺の大胸筋で、すげえ、ジオとゼロワンのライジングタイムブレイク、白紙もやばいね。つかさ、金白だけでもやばいじゃんって、なんでだ、金白だけでもさ、金銀に匹敵したら、あ、文字がでかいからかな、この文字が書いてあってさ、迫力があるから、その分、迫力キーレベルが増してるな。ライジングタイムブレイク。超かっこよかったわ。これやば、勢い感じるもんね。突進力ね。マジで目の前で蹴り繰り出されてる感じする。てかめっちゃ箱し出るな。そっか、こんな出るんけ、このシリーズ。すげえな。めっちゃ嬉しいわ。箱し、パッケージのさ、来たし。やっぱ物も全然違うよね。いやー、すげえ。マジやばい。震える。まだ震えが止まらん。マジかっけ。金白と銀白。やっぱ金額ダブル箱押しっていいね。ダブル箱押し。エグゼイド来た、エグゼイド、あ、後ろバックのさ、エフェクトいいね。なんかゲームっぽくて、キューブっていうかさ、エフェクトいいね。うわー、かっこいい。これ、なんか箱押し見えるけど、箱押しじゃないよね。だって違った。あ、箱押しじゃないよね。なんかちょっと箱押し見えるな。このシートの反射かな。すげえ箱押し見えると、エグゼイド。かっこいいね、エグゼイドもな。素晴らしい、素晴らしいよ。おっ、おっ、オッケーオッケー、コンプ。いけるわ、間違いないとか言ってね、いけんかった、いけないパティンがたくさんあったから油断はできないよね。いや、でももうクーが出てる時点で勝ちなんだけどね。もう本当に勝ち、この勝負はマジで大勝利中の大勝利。あとはこう、おー、龍騎だ、サーティンライダーズだ。後ろすげー、あのパッケージだとね、すごいちっちゃかったんだけど、やっぱでかく見れるのいいね。サーティンライダーズザン龍騎、うわ、デザインかっこいい。これもパッと見は金と銀のダブル発光紙に見えなくもないんだよね。でも金箔のみなんだわ。文字の、うわ、すげえかっけえ、金箔いいね。こことか銀箔に見えるよね。この下の部分とかめっちゃ光ってるからさ、パリーンって割れてるさ、この部分とか銀箔に見えるんだけど、金箔グッズね。実は金箔のみっつーね。金箔だけっつー。すげえ、龍騎超かっこよかったな。やばい、迫力。これが龍騎ね。モノホンの龍騎。ちっちゃい画像と団地だわー。マジ震える。エネルギーが。トレーニングの前にもエネルギーなくなりそうだわ、全部これ。かっこよすぎてライダーたちが。ライダーたちがさ、かっこよすぎて、もうトレーニングの前にエネルギーが。やべ、プロテインのマントラ、プロテイン。うわ、めっちゃ緊張する。さて、何が来るか、ざっと。ランページ、ランページバルガン、え、やばすぎるな、迫力。え、マジこれ箱押しに見えるんだが。箱押し見えない、でも箱押しじゃないんだよ。いや、これガチ。ガチでね、箱押しじゃないんだよね、これ。箱押し見えるけど。すげえ。いや、ほんとに全部箱押しでいいのにな。この目の光ってる、このさ、眼光がいいね。ランページで感じする、ランページ。すげえな、ランピ、お前ジャクソンかよ、お前すごいな。迫力。超かっこいい。あと、3パッケ。1枚も被らず。いけるな、1枚も被らず。1枚くらい被るかなと思ったんだけど。あの、シャッフリングの可能性もあるじゃん。これ、シャッフリングのさ。だから、被るかなと思ったんだけど、被らないでいけるな。うわ、やべ、見た、今の見て、やべ、ちょっと、おつけ、あ、大胸筋が、あ、大胸筋、あ、やべ、ちょっと大胸筋拍手、ちょ、やばい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 。もうね、これ、モノホン見よう。モノスライディング。はい、髪。はい、髪。ほぉ
これ赤く施してほしいね。赤く。ウィザードラゴン超かっけえ。ウィザードと。ファー。やばすぎる。あの、ウィザードのオープニングが流れてくるわ。俺、平成ライダーで一番好きなんだよね。ウィザードのオープニング。トレーニング中流れてきたらすごいテンション上がる。あの曲。あの、クーがよか好きだよ。オープニングに関してはね。オープニングに関しては、すごい、あの、クーがよか、めちゃめちゃ力入る、力が入るオープニングになっている。超かっけえウィザードコロン。やっぱ全然、いや、これね、ちょっと比べてみる。比べてみる。全然違くない？いや、当たり前なんだけどね。当たり前のことを、もう、あえて言うわ。全然違うな。もう、うわ、すげえ。超かっけえウィザードドラゴン。やべ、これ被りたいな。出るかな？これ被り。いろんなところに飾りたい、これ。トイレ、寝室、玄関。いろんなところに飾りたいんだけど。いや、でも3箱あるから可能性はあるかもな。これ、あの、ここまで金箔出てくれるんだったら、箱欲しい。たださ、あれだ。金箔ワンボックスで1枚かも。まあ、そうだよ。あの、金銀箔。そうだよな。1枚出たからもう出ないかもな。うわー、サイコロンチョーカー。ダブル見たいんだが。でもわかんないから、ちょ、オーマジョー来た！これ、オーマジョーパッケージ載ってなかったよね。デザインね。うわ、かっけえ。つか、これ、白押しやんけ、これ。え、違うのこれ。やべ、手触れてきて。ちょ、待って、手触れる。ちょ、落ち着け。落ち着け。うわ、マジで。白押しに見える。うわ、熱を感じるぞ、色紙。ほら、熱いもん。マジで。熱を感じる。ガチ。熱を感じる。すげえ。オーマジョ、超かっこいいわ。イラスト描き、ここの絵の装飾の部分とかすごい描きたくならん。ライダーのかっこいいイラストを。めっちゃ、やばい！面白い！やべ、トップ入るわ。トップ3入るかもしんない、これ。クーガは自分の好きなライダーだから、自分のさ、大好きなライダー部門に入ってるから、これは、まあ、ちょ、あの、覗く。あの、その、ナンバーワンになっちゃうからね。好きなキャラポイントがすげえ入るから。それを覗いて、色紙のデザインで、これ入るな。めっちゃかっけえよ、面白い。で、ワンボックス目、最後。最後のパッキリ。うわ、怖え！これでさ、金銀来たらどうしよう。最高のジョークが来るか、さっと。落ち着け。マジで来ちゃった。マジでダブル入っとった。え、ダブル入れていいの？え、つうか、そうだったよね。金銀、ダイヤのマークついてたもん。ほら、金銀だよ、ほら、金銀。金銀箔。ちょ、エフェクトのさ、金箔、銀箔部分、やべえわ。この突進力を感じられるイラスト。うわ、マジでか。あと文字もちゃんと分かれてるのがいいよね。金銀にね。ゴールドとかちゃんとゴールドになってんだよね。ゴールドエクストリーム。たわらんな。カメラライダーダブルサイコロンチョーカーのまでは銀なのよ。ここまでは銀で。で、このね、ボディみたいにちゃんと分かれてる半分に、ちゃんとゴールドエクストリームの金箔になってるんだよね。うわ、マジでか。金銀揃ったわ。今回の目玉商品、目玉ラインナップ。金箔、銀箔推しの、ダブル箱推しの、色紙、もうないもんな。02も、金銀だったらな、まだ戦いはあって楽しかったね。もう終わっちゃった、金銀の戦いは。でも、コンプリートの戦いがあるから、2箱目に突入。最高の眺めだな、これ。最高の眺め。もうなんか、芯から震えてくるよね。なんか戦いたくならん、こういうの見てたら。めっちゃ、なんだろう、男の闘争本能っていうかさ、なんか原始時代の狩りの本能とか目覚めてこない、こういうの見、かっこいいの見るとなるよね。これ、いやー、わだわだする、すげーかっこいいわ。あとはコンプ、この箱でできれば決めたいな、コンプリート。多分ね、いけると思う。あとクーガも被りたいしな。いけるよな、コンプ決めたいな。02マジ見てるし、02出なかった、ワンボックス目で。いや、何が出るか、さっと。おー、マッチよ！もう被っても嬉しいからね。もう被、むしろ被ってくれてありがとうっていうね。このジレマジいいよね。たくさん買ってもさ、被っても全然 OK だからさ。あと、コンプできるか、本当にその戦い。被ってもいいけど、コンプできんかったらきついんだわ。めちゃめちゃ店長さ、頼むぞ、コンプ。コンプリート。ダブル、マジでダブルった。マジでダブルったわ。すげえ！え、金銀こんな、で、ワンボックス2枚確定なんかなこれ。もしかしたら確定疑惑出てるよねこれ。疑惑立ってねこれ。え、これ確定集出てねこれ確定集。これ、ワンボックス2枚さ、金銀出てるんだったら絶対ワンボックス買った方が得だよね。確実にゲットできるからさ。これもしかしたら、確定かも。うわ、マジで。太っ腹すぎない。だとしたらさ、全部3枚ずつゲットできるんだけど。3ボックスあるから。え、知るんだが気絶もんなんだからさ。バーニングバルコーン白星じゃないよね。白星見える。マジで。すごい熱い熱を感じる熱いトレーニングして、うわ、かっけえ
え、マジこれ箱閉めないガチ冗談抜きで。でも箱じゃないんだよな。来たー、バーニングファルコン超かっこいいね。あとはサウザーとゼロツーが、この箱で来てくれたらパッケージコンプリート。パッケージ全コンペ。パッケージ全コンペ。限界を超え、その先へコンペ。行くぜ、その先へコンペ、コンプリートのその先へ。行くぞ、さっ、いやーめっちゃ緊張する。てるって言ってる。ここ。てかこれイラストだよね。え、マジ実写みてえじゃないこれ。何これ。超リアル追求イラスト。すーげえ。まあ衝撃が来るもん。ドンって。目の前で花火がさ、爆発してドンって来んじゃん。あんな感じの、あれを感じる圧を。すーげえ、プトティラコンボ。超かっけえ。あとアンクもかっこいいよね。アンクもね。アンク。ザン、アンクって文字も書いてんだよね、アンク。あと、プトティラコンビってもうちゃんと書いてあんの。しかも箱押しで。素晴らしいデザインだ。やべえ、これちょっとトップ。いや、ナンバーワンかもしれない。トップ3に入るっつうか、ナンバーワンいったかも。ちょっとま、クーガー覗いてね。クーガー覗いて。これナンバーワンいったかもしんない。イラストも含めて、箱押し部分も含めて、めっちゃかっこいいわ。いや、ま、でも、父画像見た時点でやべえなと思ってたんだよね。裏のさ、あ、これやばいと。プトティラおるやんけってなって、絶対かっこいいと、アンクとのね、この、いや、絶対やばいと思ってたんだけど、物の神だったわ。やべえ、ありがとうございます。神ってる。神ってる。よしよし、この調子で。あとは、あとなんだ出てないの。ちょっと待って、あ、でも見ないでいこう。あとなんだ、あとは、まあ、とりあえずゼロツーとサウザー出てないから、それを狙っていき、それでコンプか。待って、それでコンプ、そ、コンプだったらどうしよう。おー、サウザー来た、サウザーだ、サウザー、やったー。これで、バーニングファルコン、サウザー、ランページ、バルガー、揃った。そしてゼロツーか。順番的に言ったらゼロツーだよな。え、マジでか、マジでか。順番的に言ったらゼロツーじゃないのこれ。え、触れてきた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 。落ち着け、大丈夫だ、絶対大丈夫。もう心の準備来るから。はい、心の準備、取り乱さない、俺は。俺はもう分かってる。いや、やばい、泣きそう。マジ、まだ出てないのに。まだ出てないのに泣きそう。まだ出てないのに。落ち着け、マジで、怖い。え、でもさ、ここまで期待して出なかったらやばいよね。出なかったら超怖い、ね。超怖い。待って。出ないの超怖い。そんなことは、やばい。めっちゃかっけ。ゼロツーやばいわ。いや、ほんとデザイン至高だわ、これ。ゼロツー、超かっこいい。なんか文字の部分赤白に見えてきた。ここ。なんか全部箱し見えんな。赤白に見えない、これゼロツーってとこ。うわ、かっこいい。マジでか、来た。マジでサウザーを次に、サウザーからのゼロツー、ゲット降臨で、おお超かっこよかった。やばい、あ、全然違う。あのね、レベルが違う、本当に。パッケージと、モノホンの。まあ、当たり前なんだけど、さっきから当たり前のこと何回も言ってんだけどさ、全然モノホンやばすぎる、モノホン。全然違う。うわ、かっこいい。くぅー、マジ泣きそう、出てよかった。もしかしてこれ出なかったらどうしようってすげえ不安だったんだよね、ゼロツー。うおー、この並びできた、パケの並びできたぞ。やったー。バーリングバルコンにサウザーに、ランページバルカンにゼロツー、ありがとうございます。あと2枚で全種コンプか。あと2枚でコンプリート。この箱でいける、よかった。200個でコンプできたわ。これも間違いなくコンプコース、もう乗って、あ、待って。あと4パッキーでしょ ?4 パッキーで2位だから絶対いけるはず。やった、あとはクーガだ。クーガの被り。クーガダブル絶対欲しいからな。3箱買っといてよかった。これ200個目で多分クーガの被り出ないかも。あ、来た、バロン、バナナアームズ。よし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 。あと1枚でコンペ。しかも最後に残ったのが金箔。うわぁ、盛り上がるね。で、ラスト金箔で締めれる。よしよしよし。これで、ま、でも、これで出るんじゃないかな。これで、ラストの金箔が出て、はい。OK ということで、全種類コンプリート、ありがとうございます。 OKOK、これで、間違いなくコンプだよね。200個で、コンプリートは決まったはず。よし、コンプだな。OKOK、これで、全種類コンプリート。たまらんで、これ。令和、ザ・ファースト・ジェネレーション。ザン！ダブル！うわ、これやば！やっぱ文字入ってるとかっこいいな、文字。文字がでかく金箔でさ、こう、
あるとさ、かっこいいよね。迫力やばいわ。よかった、コップできた。あとは、まあ、一応全部開けて、クーガの、一番嬉しいのが、この残りの2枚で、クーガ1枚出て、あっちでも1枚出た。合計3枚ゲットできるんだよね、クーガ。いやー、マジいろんなとこに飾れちまって。お願いします、クーガ来るかな。さっと。どうだ、クーガー、誇りのエナジー。マジでか、来たわ、ガチで。え、これ3枚いけるかもしれない、ガチ。あ、マジで？やべえ、マジもうほんと震える、ほんと震える、ほんと震える、トレーニングしたい、ベンチしたい、ベンチプレス、ベンチ、ベンチプレスして、やったー！ダブルクーガー、とりあえずダブルクーガーこの時点で確定したでしょ？確定交差いった。そして、トリプルクーガー。大手かかってない？大手かかってないこれ、トリプルクーガーの大手。うわ、マジで？やばいやばい、よし、もう速攻開けよ。もうこれで200個目終わって、コンパ200個でやっぱいけるね、このシリーズ。まあ、運が良ければだけど、たまにできないことも絶対並び的にはあるから、まあ、それはしょうがないよね。それはしょうがないから、またチャレンジする。つが、もう最初からたくさんあるだけ買っといた方が絶対にね、うわー、やっぱ200個確定だわ。金箔銀箔の箱押し、ワンボックス2枚入っとるから、もう合計今4枚でしょ？もう残りのワンボックスに、うわー、合計6枚じゃん。マジでか、確定入ってるこれ。まあ、でも最後の箱見てみないとわかんないよね。ちょっと最後の箱で確かめて、これで入ってたら、それで入ってたらもう間違いなく、ワンボックス確定じゃね。もう確定って言っていいよね。ワンボックスで金銀。それではでは最後の箱に突入して、クーガーをもう一枚ゲットして、終わろう。あとちょっと、ゼロツーもできれば、欲しいな、もう一枚ゼロツー。あとさ、金銀が確定かどうかも確かめなきゃいけないから。いや、でも確定っぽいな。ダブルでそんな運よく出る？こんなレアリティ高いやつ。だから確定で入ってるんじゃねえかな。でも確定で入れといていいんかな、こういうのって。ちゃんと。バーニングファルコン。よし。バーニングファルコン。これ初かぶりだからね。まだ初かぶり。よしよし。いい感じ。初かぶりもどんどんさ、補充していきたいよね。まだ持ってないやつたくさんあるからさ、かぶり。それもどんどん。うおー、来た！やった！プトティラダブルだ。2枚かぶった。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。金額すごいだよな。金額。金額も多分確定枚数入ってるんだろうね、これね。金額も。で、金銀も絶対2枚、おそらく入ってると思う。だから絶対もうそろ出るんじゃないか、金銀。おー、サウザー。サウザーも初だからね、かぶってないという。よしよし。あー、出るかな、クーガー。クーガー。いや、どんな感じで、まあ、でも、こんな感じで出るのかって分かればね、次回のね、まあ、参考にもなるし。どのクーガーさ、ジャロツ、やっ、ダブルだ、ダブル2来た、ダブル2。やった、オッケーオッケーオッケー。あとは、クーガだ。オッケー、ダブルゼロ、よっしゃー、ダブルゼロ2。金額の超かっけデザインのダブルゼロ2の色紙。ダブルゲット降臨で、ダブルゼロ2、ダブルゼロ2。やった、ダブルゼロ2来た。よしよしよし。オッケーオッケー。ゼロ2 2枚ゲットできて、あとはクーガ3枚ゲットできた。本当に、おー、バロンね。バナナアームぜ。よしよし。もうコンパ決まってるから、その点に関してはすごく安心だから、まあ、でもなんでこんな焦ってんだろう、もうコンパしたのに。めっちゃ焦ってる。クーガか。クーガここで出てくれたらもう本当に大集中で頼む。クーガ誇りの、おー、オッケーオッケー。やっぱ金額すごい出るよね。金額。金額めっちゃ出る。ここはもうオッケーよ。ここでワンクッション置いてからクーガだから、わかってた。オッケー。今の展開はオッケーわ。オッケーオッケー。今の星が出てからのクーガ、誇りのエナジー。怖え、お前、マジトリガーだ、お前。トリガーだ、お前。マジで本当に来た。マジで。いや、本当に来たとか言ったらあれだよな。お前、本当は期待してなかった。いや、俺は期待してたけど、半々だった、正直半々。これはこれ、出る確率は半々だった。マジで来た。しかもこのタイミングで。さすがだわ、誇りのエナジーだ。もう待って待って待って、クーガトリ、うおー、クーガトリプルだ。よし、もう、これで、もう、あと何来ても OK。あと、うわぁ、気楽に開けれる。朝 OK。まあ、欲しいのもあるんだけど、これが被ってほしいなってはあるんだけど、もうこれ以上願ったらダメだろ。もう、クーガ、ダブル、ゼロツー、ダブル、あ、クーガトリプル、うわ、やっぱりな。あと1枚。ダブル、入ってたら、サイクロンジョーグが入ってたら、もう確定っしょ。絶対。入ってないんかな。いや、でも確定集がするんだけど、これ。確定集が。あ、でもラストだ。あ、出ないかも。確定じゃないかも。だとしたら俺すげえ運良かったのかもしれん。え、マジでか。ちょ、待って、これ。え、でも、多分確定っぽいけどな。確定じゃなかったわ。運良かったんだ。
すげえ、ああそういうことか、俺めっちゃ運良かったの今日、確定じゃなかった。ありがとうございます、クーガの力だ、すべてはクーガのおかげだぜクーガ、今日のトレーニング荒ぶるな。ということで、今回は仮面ライダー式シャート第6弾の全16種の開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットしてコンプして並べてみて、めっちゃ迫力やばい。特にクーガトリプル、自分の好きなライダーをさ、いやでもさ、俺さ、でも3枚ゲットじゃ5枚欲しくなるんだよね。いや、5箱あればな、5箱ゲットできたんだけどね。やっぱ俺5箱欲しかったんだよ。でも探したんだけど、でも3箱ゲットできただけでもさ、かなり熱いよね。いや、クーガ、あとはもう単品で狙うかな、クーガ。クーガ、このシリーズは単品で買ったらすごい安いから、でも自分で出したいな、クーガ。ウィザードラゴンとかも超かっこよかったよね。ウィザードラゴンとかも。だってゼロツー。あのね、トップ1だな。ゼロツーめっちゃかっこいいわ。いや、ワンね、プトティラとか行くかなって正直思ってたんだけど、実際さ、ゼロツー出してみたらゼロツーかっこよすぎて、ゼロツーこれ今回総合ナンバーワンだね。クーガー覗いてね。クーガー覗いて。クーガー入れたらポイント加算されるからさ、ラブポイントが、加算されるから、ちょっとそれを覗いて、デザインを見て、トップ10を決めるので、あとでエグゼイドもちょっと気に入ったんだよ、これ。かっこいいよね。次の第7弾も楽しみだな。それではまた次回ね、次の第7弾のコンプリート回でお会いしましょう。すげえいい感じだったわ、今回の6弾も。めっちゃ熱かった。3箱を回復したらこんな、だいたいこんな感じだ。200個でコンプできたから、まあ、コンプ目指すのであれば200個でもう足りるかもしれない。でもまあ、欲しいライダーとか被りたいのがたくさんあるのであれば、まあ、あるだけゲットして開けるのが一番いいね。当然のことながら。いやー、楽しみだな、クーガ。5枚、俺5枚行くわ、ここまで来たらめっちゃ楽しい。まあ、動画撮らないと思うけど、写真はインスタとかツイッターにはアップしようと思う。5枚ゲットしたらね。いや、めっちゃ楽しいな、5枚。マジ並べて。クーガマジかっこよくない？いや、次回は白押し欲しいね。クーガ、白押し。まあ、白押しじゃなくてもすっげえかっこいいんだけど、白押しのクーガも欲しいな。いや、マジかっけえ、クーガ。ありがとう、3枚来てくれて。永遠の宝物、家宝が増えたわ。もう今日のトレーニングはマジ熱いわ。もう速攻トレーニングだね。速攻トレーニング。